ははい、こんにちは船井総合研究所の朝日と申しますえ本日は1人3分1時間に20人を診察する方法について解説いたします皆さん、えー、そもそもですね1人の患者様を、えー、どのくらいの時間で、えー、診察されているかご存知ですか、まあ、いや分からんけど残業多いなでしたり、えー、もっと1日の患者数増やした方をいい気するなという先生方はですねまずご自身が1人の 患者様をどのくらいの時間で見られているかをぜひ把握してみてください、まあ、その上でこの動画で説明するモデルとのギャップを確認し対策,対策していただけると良いかと思いますはいということで、えー、保険診療効率化で、えー、1人3分1時間に20人を診察する、えー、ビジネスモデルについてお話しさせていただきます、えー、こちら まず、皮膚科クリニックにおける4つの成長ステップをまとめた表でございます。皮膚科クリニックはこちらの表のように4つの成長ステップを描きます。まず、ステップ1は年商6000万円。1日の来院人数は70人から80人。こちらはおおよそ開業して1年から2年で到達できるケースが多く、主な経営課題としては、週間それから保険診療効率化である段階でございます。次に、ステップ2は、 年商1億円で1日の来院人数は110人から120人え週間対策が軌道に乗り1日の診察人数も安定して主な経営課題としては保険診療効率化である段階となってきますえ次にステップ3は年少1.5億円で1日の来院人数は130人から150人保険診療の効率化が進みドクターは保険診療で大変忙しい状況 つまりですね一人で回せる保険診療の限度となってきますそのためここは自費診療売上拡大を目指すステップでございます最後にステップ四は年商二億円以上で保険診療の効率化自費診療売上拡大が進んでいて自費診療の効率化やそれから分院展開を考えるステップとなってきます 本日説明する保険診療効率化ビジネスモデルは、ステップ1、ステップ2の年少1億円未満の先生方にぜひお伝えしたいソリューションとなっております。では、まず、現状先生方、こちらにあるようなことを思い当たる節はございませんか現在の保険診療体制の限界でしたり、残業時間が多く、スタッフの負担が大きい、問診、診察、 処置、説明をすべて院長が行い、院長自身が大変。患者様の待ち時間が増えてきて、悪い口コミが出てきている。と、おそらく思い当たる節があるかと思います。まあ、こちらに当てはまる、えー、クリニック様は、これから説明させていただく、えー、業務効率化の必要性が高い状況にあると言えます。まあ、そのため、そのようなクリニック様の、えー、そのようなクリニック様はですね、具体的に、えー、どう現場に落とし込むか。 というところまでぜひ押さえていただけたらと思います。えー、まずこちら、保険診療売上げ、売上公式でございます。月間売上げイコール1人当たり診療単価 ×1 時間当たり診療人数×月間診療時間数となります。ここでですね、1人当たりの診療単価は平均で3500円程度と決まってきております。 それからですね、現状残業しているクリニック様が、スタッフの不満や負担を減らすために、とりあえず残業しないとした場合ですね、もちろん売上は下がります。先生方はですね、残業は減らしたい。だけども売上も伸ばしたい。もしくは維持したい。という考えではないかと思います。そうなると、1時間あたりの診療人数を上げること。こちらがポイントとなってきます。 ではですね、1時間あたりの診療人数を上げていくためにはどうすればよいかというところを見ていきたいと思います。こちらはですね、ドクターの診察スピードをまとめた表となります。一般的な皮膚科クリニックにおいて、一診体制の場合ですね、ドクターの診察スピードは遅いパターンですと、1人あたり診察8分、1時間あたり8人、 1>, 1日あたり診,察診療時間を7時間とすると1日に診察できる患者様は約60名となります標準パターンですと1人当たり診察5分1時間あたり12人1日に診察できる患者様は患者数は約90名となります今回ですね目指すべき診療効率化モデルは1人当たり診,療診察3分 1>, 1時間あたり20人1日に診察できる患者数を約140名をモデルとするモデルとなりますではですね具体的にどのように診療を効率化するかについて説明させていただきます診療効率化を実現するためには診療体制の再構築が必要となります例えばですね診療室が2つ 処置室が1つのクリニックの事例を用いてご説明させていただきます以前までは診察室に診察室1にドクターと看護師が配置されドクターが問診診察処方薬剤説明カルテ入力を全てお一人で行っておりました診察2では大診議が手配できた場合のみ利用し処置室は処置が必要な方がいらっしゃった場合に先生と看護師が 処置室へ移動し、処置を行っておりました。まあ、この時はですね、1時間あたりの診察人数は、えー、10人未満。かつ、患者様の待ち時間も非常に長い状態でした。まあ、そこでですね、えー、次のように、診療効率化を行いました。診察室1と2に、看護師とクラーク、処置室に看護師を配置し、問診、薬剤説明、処置の一部は、看護師営業無意観。 カルテ入力はクラークを新設し業務移管いたしましたドクターはですね診察室1と2を絶えず往来する形をとり常に診察,診察室1と2では問診とカルテ入力が済んでいる患者様が常にドクターを待っている診療体制を構築いたしましたつまりですね効率化された診療体制 にに再構築すするためにはですねドクターがやらなくてよいことを看護師事務務スタッフへ業務移管していいく必要がございます、まあ、例えばですね先ほど申し上げたように問診処置薬剤説明カルテ記入書類作成などドクターがやらなくてもよいことを積極的に看護師事務スタッフへ業務移管していきドクターはドクターにしかできないことに専念していただく。 ということが、えー、肝となってきます。まあ、とはいってもですね、なかなか簡単には現場に,現場にはですね、落とし込むことはできないかと思います、まあ。そこでですね、こちらのようなポイントを押さえていただくことが重要になってきます。まあ、ポイントは、えー、5つございます。1つ目は、問診時に患者様に聞くポイントを前もって整理しておくこと。2つ目は、問診時に初診、えー最 最新問診票を活用すること3つ目は薬剤説明時に使用する疾患別治療カードを準備し説明にばらつきをなくすこと4つ目はあらかじめ電子カルテのシートを整備しておくこと5つ目は処置時に看護師が不安にならないよう段階的に業務移管をしていくことでございます処置業務を移管しているクリニックにおいては えー、イボ冷凍凝固水芋摘出など移管しておりますが、まあ、先ほどもご説明したようにですね、えー、看護師がが不安にになななならないように段階的な業務移管が鍵となりま,すまず、えー、ステップ1として、えー、医師が、えー、処置を行う様子を見学ステップ2として医師の監視のもと処置を実施ステップ3として看護師が主となり医師が最終確認を実施、まあ、そして完全移管という形になります。 はい、ということで今回保険診療効率化で1人3分1時間に20人を診察するビジネスモデルを解説させていただきました現状皮膚科美容皮膚科は成長期に分類されます是非、まあ、ですねこの工期を生かしてクリニックの事業拡大を実現してまいりましょうご清聴ありがとうございましたいかがだったでしょうか 今回のビジネスモデルに関しては概要欄からも詳しい情報をご覧いただけます今後もさまざまなビジネスモデルを紹介していきたいと思っておりますのでご関心のある方は是非チャンネル登録お願いします